ドラム叩、あ、ドラム叩いてもらえばよかったね。もうちょっと早く気づけばよかった。ごめん。はい。はい、入りました。おはようございます。イエス様の皆を賛美いたします。私たちのために10時間にかかり、3日目の私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、今日での朝日教会は25周年になります。26年目がスタートしたわけですけれども、一番最初の礼拝の時にですね、昨日ラジオをしていて、まあ、うちの妻はですね、言ったんですけども、一番最初の礼拝の時に、あなたの初めは小さくても、そのありは甚だ大きくなるっていう言葉が、予言だったのか、御言葉だったのか、メッセージだったのか忘れたんですけど、語られたんですね。で、まあ、随分大きくなりましたけど、まだまだ甚だ大きくなってないので、これからその言葉の成就を見ていくだろうというふうに思います。ただ、全く夫婦だけで来たんですけどもね、夫婦言いながら。でも、九州にいろんな教会が生み出されてきて、で海外にも宣教師が行くようになって、ここまで本当に神様が本当に憐れみを持って祝福してくださったことを本当に心から感謝したいと思います。ただこれから終わりの時代ですので、神様がこの何十倍何百倍っていう本当に何千倍という働きを用意しているということは間違いありませんので、その中で皆さんも神様の計画の中を生きてほしいというふうに思います。まあ、いろんなところに使わされている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、主に期待しながら、歩んでいきたいというふうに思います。これからさらにですね。で今日は、ペンテコステですので、その使徒行伝の2章のところの、ところからお話をしたいと思うんですが、今日キーワードになるのはすると突然という言葉なんですね。でこのすると突然何が起こったかというと、聖霊がその弟子たち、集まっていた弟子たちに注がれて、そして弟子たちは一変してしまうわけですね。で最初話そうと思ったら3つのことを簡単にお話しします。どう変わったかということですね。で今日はその後がメインなんですけども、ペンテコステの時弟子たちは、まあ、先週お話しましたように集まっていたわけですが、そしたら聖霊が激しく臨みます。そして彼らはですね、集まってきたたくさんの人たちがいたわけですね。神が集められたというか、その聖霊が臨む時に激しいものとかしたので、それを通して集まってきた人たちがいたわけですね。でそれで、その人たちに向かって、ですね、2章の14節を見ると、そこでペテロは11人と共に立って、11人というのは弟子ですね、声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったと書いてあります。でそこから説教は続きますが、この声を張り上げ人々にはっきりとこう言ったと、まあマイクがあるからやりませんけど、ね、耳が痛くないでしょうかね。声を張り上げたわけですね。でこれは皆さん、その直前までペテロは、ユダヤ人を恐れて戸を閉めていたわけですね。で殺されるのを恐れていたわけです。ところがその自分たちを殺そうとしていた人たちがいっぱい集まってきたときに、その人たちに向かって立ち上がって、ペテロだけじゃなくてペテロは代表ですから全員が立ち上がってはっきりと大声で説教した。で説教はいろいろ続くんですけれども、後でまた話しますが、もう一番明確なのが一番最後のところに36節がこれ最後のところなんですけども、ですからいろいろ話した後に、ですからイスラエルのすべての人々は、目の前の人に向かって言ったわけですね。イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりとしなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされた、キリストはメシア、救い主のことですから、救い主とされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと。つまりユダヤ人に向かってあなた方が十字架につけたんですよって言ったわけですね。この方は救い主だったのにあなた方が十字架につけたんですよって、とんでもないことをしたんだとはっきり言ったわけですよね。でさっきまでこの聖霊が臨む直前まで彼らはユダヤ人を恐れてキリストの仲間だと分かったら殺されると思って怯えていたのに、こんなにはっきり大声で面と向かってですね、実はキリストの仲間ですって言ったんじゃなくて、あなた方がこのキリスト、救い主なるキリストを、このイエス様は救い主だった、この方を十字架につけたんだってこうはっきり言ったわけですね。でこれ普通に考えたらこんなこと言ったら殺してくださいって言ってると思うんですね。ところがそれをはっきり言うようになった。つまり彼らの内側にあったそれまでの恐れはなくなってしまったんですね。それどころか実に大胆にはっきり語るようになったんですね。全く変わったんで、面白いのはこのすると突然なんですよね。徐々に変わったんじゃないんですよ。すると突然なんです。で聖霊が来ると人は全く一変します。人だけじゃありません。状況も変わります。聖霊が臨まれるとき本当に気に変わりますね。で、なんで、今日ペンテコステなんですけれども、もちろん私たちはもうすでに聖霊を受けています。イエス様も信じてますから聖霊がおられますが、ここで言う聖霊のペンテコステの日は、ただ聖霊が来ただけじゃなくて、聖霊に満たされたんですね。
一番最初の満たしのことをバブテスマって言いますけど、聖霊のバブテスマって言いますけど、満たされたんですね。いつもね、今日コップがないんで、あ、こんなところに隠れてありましたね、可愛らしいコップが。これじゃでも見えませんね、なかなかからね。あの、ガラスのコップだとわかるんですけど、いっぱいになったら溢れてるわけですよね。例えば水槽の中にコップを突っ込んだら、水の中にコップがあるわけですよね。本当に聖霊に満たされてる教会に来ると、水槽の中にコップを突っ込んだもので、本当に聖霊が満ち溢れてる教会に来ると、私たちはその中で聖霊に満たされちゃうわけですね。浸されちゃうわけですね。あるいは個人で考えても、この聖霊様は必ずおられるんですよ。様信じてるだけで、無条件に。だけど、それに溢れているか、半分なのか、少しなのか、それはその時によって違うわけですね。そしてこれはね、神様の一方的な恵みの部分と私たちの選択の部分があります。あの、私たちが本当に神様どうぞ満たしてくださいという時とですね、あの、すいません神様ちょっと密室に入ってしばらく休んでくださいっていう悲しいけど人ってあるんですよね。そうなると、ね、だからこの時の弟子たちは本当に聖のバブテスマで満たされちゃったんですね。そうなるとなんかすごいね、聞こえないかものすごく大きいかそうなるとどうなるかっていうとこう変わっちゃったわけですね。で、一つ目は全く恐れから解放されて大胆になった。後で実際の話をしますけど、まず一つ目ね、これね。で、二つ目は何かというと、ね、先に三つ話し合います。二つ目は、面白いのは、話した弟子たちだけが変わったんじゃない。聞いていたユダヤ人たちは、ね、こんなこと言ったら、何言ってんだってね、なんでキリストたちがつけたんだって言って思わずも逆に弟子たちだと分かったから、これで分かりますから殺すわけですよね、普通に言ったら。で、別にそんなに人じゃなくても、あなた方が十字架につけたんですってこう言われたらですね、カチンときますよ普通。え、何言ってんだって感じですよね。例えば今誰かに指さしてですね、あなたが十字架につけたんでしょって、まあクリスチャンの人はそうですって言うと思いますけど、しかしやばい、あの、何か別のことであなたが悪いんだとか言われたらですね、そうだと思っててもカチンときたりですね、あの、なりませんか普通。ところがこの時面白いのは、彼らが変わっただけじゃなくて、集まってきた人たちもどう反応したかというと、使徒行伝の2章で人々はこれを聞いて、37節ね、今の次、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。つまり、怒るどころか、怒るのでもない、落ち込むのでもない、それを聞いてものすごく素直に、じゃあどうしたらいいんですかって聞いてるんですよね。こんな素直に、この弟子たちの話を受け取るっていうのは、まさに聖霊の働きです。これは、あの、伝道したり証しをしたことのある人はわかると思うんですね。伝道したり証しをしたりするときに、簡単に人は信じてくれませんよね。普通日本の場合は ね。まず言うのに勇気がいるでしょう。あ、いや、もう平気でバンバン言える人もいると思います。その方は喜、あの、感謝してください。恵みですし、聖霊に出されてるんだと思いますね。私はよく、あの、最近はそんなに激しい説教しませんけど、昔は説教が激しかったんですね。だから、よく誤解されました。もう木原牧師は誰でも平気でバンバン、あの、伝道するんだろうと思って。それは大いなる誤解なんですね。あの、ロックを好きな人がしばしば、普段はすごく静かなように、私も実はシャイなんです。それで知らない人に声をかけるってのは本当に苦手なんです。本当にね、あの、俺は苦手なんで得意じゃないんですね。それなのに開拓伝道に来たんですよね。神に導かれて。だから、あの、と一番最初の街道は、あの、原爆公園の横にあったんですね。25年前。そこでスタートしたんですね。あ、そこでスタートしたとき、家でスタートしたんですね。11月になって、9月になってから原爆公園の横に街道を借りたんですけど、ね。で、現場公園だからね、よく伝道に行きました。本当によく行きました。よく行ったんですけど、よく声かけたかというと、一人の人の前を何回も通り過ぎてですね、今度こそ声かけようと思ってこう言って通り過ぎて、今度こそ声かけようと思って通り過ぎて、そんなことを何回もするぐらい、得意じゃないんですね。だから私は、あの、聖霊の力が来ないと語れないってことよくわかるんですね。で、語ってもね、受け取ってくれるかというと、そうじゃないですね。人ってそんな簡単に信じないですよね。しかもこの時のユダヤ人たちは明らかに反発してたユダヤ人ですよね。で、キリストを十字架につけたんだから。それをこんなにはっきり言われて普通ね、信じるわけないんですよね。なのに、この人たちはものすごく素直に、じゃあどうしたらいいんですかって聞いて、その後、悔い改めなさい、一つ目。二つ目、そしてそれぞれ罪をしたくためにイエス・キリストになってバブテスマを受けなさい、洗礼を受けろ。二つ目、三つ目、そうすれば他者として聖霊を受けると。まあ、二つ目まではやること。三つ目は、そしたら神がくださること、この言ったんですよね。そしたら彼らはその通り悔い改めて洗礼を受けて聖霊をいただくんですね。
こんな簡単に見はつかない、普通は。これ明らかに聖霊の働きなの。聖霊が激しくバプテスマを望んだとき、弟子たちも変えられるだけじゃなくて、人々も変わってしまうんですね。今ここに、あのペンテコステと同じような聖霊が激しく望んでくれましたら、すると突然、皆さん宣伝を受けるようになります。長男だとか言ってなくなります。いや、本当にそんなの超えちゃうと思います。あの人が説得してとか納得してありません。そういう特別な神の力が望んだんです、これは。これがその時起こったんですね。でもね、神の霊が望むとね、どんな頑なの心も変わるんです。自分だけじゃなくて、周りも。これはすごい希望ですよね。これは二つ目ね。そして三つ目は何かというと、なんでそんな人々が集まってきたかというと、三つ目はですね、これはその時、ちょっと聖書に戻りますね。三節、ちゃんと一節から一節読んでおきましょう。五旬節の日、これペンテコステですけども、五旬節っていうのは、まあ、水越しの祭りの時なんですね。皆が一つところに集まっていたと。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体が響き渡ったと。バーッと風が吹いてきたように音がして響き渡ったんですね。でまた炎のような分かれた舌が現れて、一人一人にとどまったと、舌が現れたわけです。すると、皆が精霊に満たされ、ここですね、満たされて、御霊が話されてくださる通り、他国の言葉で話し出したと。その音と、みんながわーって話し出したのをびっくりして、バーッと集まってきたんですね。だから、我々はここで今精霊がガーッと臨みます。またこれはこう激しい音がするわけですね。近所の人が何事だって集まってくるわけですね。ね。それで、まあ、そして私がいきなりですね、例えばですね、今後のヨンボさんの、ね、フランス語じゃなくて、ヨンボさんの、その国の言葉で、ダボダボじゃなくて、あれはダブルでしたけども、ですね、これで何にしましょうかね、うちの奥さんがなんかですね、いきなりですね、マリーの言葉かなんかで語り出してですね、ね。それで、佐賀兄弟がなんかですね、急に台湾の中国語ですね、シューとか言って言い出してですね、そこまでしか分かりませんけど、私は。誰にしましょうかね、あ、ちょうど顔があったから、百ちゃんに今日で登場してみて、百ちゃんがナイジェリアの言葉でですね、ね、語り出してですね、その英語とかフランス語じゃなくて、その現地のその皆さんが使っている言葉で語り出したら、話してる私も分からないんです。わかりますか？話してる私もわからないから、私にとっては異言なんです。異なる言葉なんです。わからないから。でも聞いてる人は、例えば、ヨンボさんのわかる言葉で話したら、ヨンボさんにとっては異言じゃなくて予言なんです。そうですね。マリの言葉で話したら、私にとっては異言だけど、ギルさんにとっては予言なんですね。例えば、私が英語でリュウちゃんにペラペラペラって言ったらですね、私にとっては、あんまりわかりませんが、ジョイ牧師と村川姉妹と、酒井牧師にとっては予言なのです。フランス語でペラペラペラって言ったらですね、ヨンボさんとか、ギルさんには、これは予言なんですね。私は異言だけど、フランス語はまともアデルしかわからないからね、メルシーと、ね、何かというと、つまりそれが起こったわけですよね。で、人々がバーッと集まってきて、いきなりそうやって語り出した。みんなびっくりしたわけですよね。だから、でもね、よく言ったなと思うけど、そしたらある人がね、感動したんですけど、驚いてね、いや、酒に酔ってるんだよって言ったんですよね。お酒に酔ってそんな、ね、他国の言語で話せませんよ。お酒に酔ったら管を巻くか、陽気になって歌を歌い出すことがあっても、他国の言語でちゃんと流暢に話せないですよね。まあ、でもそうやって言ったんですよ。人っていうのはなかなか信じないんですね。で、それで言ったん。ね、そのことが終わったんですね。でもそれによって人々はびっくりしたわけですよね。その後メッセージが始まったわけです。で、何かというとですね、もう一つは賜物なんです。これは異言とか予言。この後3章に行くと、ペトロとヨハネという、ペトロとヨハネは仲悪いわけじゃないけど、いつもように長男タイプとね、一番愛されてして、仲悪くはなかったけど、お互い気になって仕方がない関係なの。今お正です、隣で座ってますけども、村川兄弟と石田さんみたいなもんですね。その関係ですね。だから、ね、お互い本当はすごく愛し合ってるんだけど、なんかよくぶつかり合うっていうね、そういう関係ですね。でペテロとヨハネが、その二人が通して使徒行伝3章では、生まれつきの足の人が立ち上がって歩き始めるでしょ。カリスマなんですよ。聖霊のバプテスマと聖霊が臨んだら、カリスマが起こるんです。人の内側が作り変わるんです。そして実を結ぶんですね。人の実じゃありません。まさに神の実です。人がなんか人間的に何かあったんじゃなくて、まさに神の実が結ばれるんですね。これが起こったんですね。で、それがどこで起こったかというと、
聖霊が臨んだ時なんです。すると突然なんで、実は使徒行伝をですね、まあ、使徒の働き、ね、使徒行伝というのはもともと使徒行伝というのは使徒の働きなんですけども、使徒行伝と言ってしまいますが、この使徒の働きを読まれた方は分かると思いますが、使徒の働きをこのキーワードがある、それはすると突然というやつなんです。しばしば出てきます。すると突然変わるんです、状況が。でも言い換えると、すると直前の前までは何も起こってないんです。徐々に変わってきて異言で語り出したんではないんです。徐々に変わってきて恐れがなくなったんじゃないんです。徐々に変わってきて身を結んできたんじゃないんです。それまでは怯えてたんです。ところが聖霊が臨んだら、すると突然変わってしまったんです。それまで身を結ぶ可能性がなくて何も変わってなかったのに、すると突然変わったんです。それまで話したんじゃなくて、聖霊が来た途端変わったんです。だからすると突然なんで、それはここだけじゃなくて、使徒行伝で生まれた方は分かりますが、しばしば出てきます。そしてキリスト教師を考えるとき、これはしばしば起こってきたことなんです。教会にも個人にもですね。でね、今日はね、もともと3つの変化の話をしたかったけど、このすると突然という言葉が朝聖書を読んだときに飛び込んできて、今日はこれを話せって強烈に語られたんですよね。だから今言った3つのことを、本当はその3つのことを中心に話そうと思ったんだけど、こっちのすると突然に変えたんですよ、メッセージをね。なんですね、それまで何も起こってないとか変化はなかったけど、ここで突然変わるんですね。私たちの人生にも、この教会にも、すると突然は必ず来るんです。もっと喜んでください。あっそうって顔じゃなくて、いや、嬉しくありませんか。すると突然本当に自分が変えられていくっていう、あるいは前の人が本当に変わって身を結んでいくって。もちろん神がなさるときはマイナスに変わりませんよ。決してありません。それはマイナスが起こったとしても、それはもっと大きなプラスのための神の準備なので、絶対マイナスはありません。神様は祝福する神だから、ね、で、そういうすると突然が必ずあるわけですね。じゃあどうすればいいのか。もちろん主も全く主権です。でも、じゃあ弟子たちはどうしてたときにすると突然が起こったのかってことを3つ見たいんですね。ここから今日のメッセージですね。一つ目ね、もっぺん施設に戻りますね。主の施設、五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていたって書いてあるんですね。弟子たちは一つのところに集まっていた。そこに聖霊が臨んだ。新約時代の特徴です。身からなる教会を通して神は働くんですね。もちろん一人一人のように応えられます。一人一人がいる場所で神は臨まれますが、基本的には教会を通して神は働くんです。いつも言われている使命とか召しというのは、必ず人一人に例外なくありますが、個人が優先じゃありません。教会に使命があって、その使命を一人一人が受けるわけですね。だからこの教会なんですね。でこの時みんなが集まってた。まだ教会って言葉は使えてませんが、みんなが集まってた。そこに聖霊が臨んだんですね。先週も言ったかもしれません、大宣教命令もそうですね。弟子たちが集まったところに大宣教命令を語られた。この時も集まっているところに聖霊は臨んできたんですね。一つ目ね、昨日ラジオでね、ちょっとこういう話をしてたらですね、うちの奥さんに、その聖霊のバプテスマ、ね、教会25年だねって、聖霊のバプテスマっていうか、こういうなんか、こういう体験をしたことはありますかって、まあ、準備してたんです。準備したときに話を予定したことがあったんですけど、本番直前になってですね、あ、私にとってもっと大きな経験があった、そっち話していいかっていうか、いいよって言ったら、何を話したかというとですね、何度か礼拝でも話しましたけど、私の妻は独身時代、ね、可愛かったんですよ。ね、その時ですね、ね、今はとは言いませんが、そしてその時ですね、あんまり詳しいことまで言うのはあれですけども、ある方に裏切られたんですね。同性の友達にね、同じ友達に3回裏切られたんです。で1回目はまあなんとか乗り越えた。2回目にとんでもなくなって、3回目の時にはもう憎しみが込み上げてきて、許せなくて苦しくて、当時うちの奥さんは池袋という東京の、ね、池袋というところの寮にいました。大学の寮にね。大学は渋谷にありました。まあちょっとすみません、東京のあれなんですけど、山手線が分かる人分かると思いますよ。渋谷から池袋まで行く途中に新宿ってのがあるんですね。で大学でそういう事件があって、3回目のもう本当にもうちょっと許せないっていうか、ね、もうそれで電車乗ったんですけど、あんまり気持ち悪くて許せないもんだから、憎しみに駆られて、それで新宿で降りたんです、途中で。ほいで新宿のベンチっていうか、その椅子ですね、にこう座ってですね、2時間ぐらいあんまり苦しくて、神様って、
それでもう誰かに電話して言いまくってやろうかってね、誰に電話したって私の方がいい、相手が悪いって言ってくれっていうぐらい、まあ、向こうは裏切られたわけですよね。でもここら辺で聞こえてくるんですって、神様知っててすごいですね、あの聖書の言葉が、裁いてはいけません、裁いてはいけませんって聞こえてくるんですって、ね、おいでおいで、でもわーってこう、でもこうあんまり気持ち悪くて立てなかった2時間ぐらい、それぐらい許せなくて肉親からやったんですね。でも2時間ぐらい経ってちょっと収まったので寮に戻ったわけです。でもやっぱり苦しいですね。でどうしようかと思った時に土曜日だった、明日教会に行こうって、教会に行ったら、ここがまだねその頃の正直なあれですね、教会に行って CS って言ってもね、あのまあ大学担当の人がいるね、 CS ってのはあの子供だけじゃなくてチャーチスクールって意味なの で大学生を担当している人たちがいたので200人ぐらいの大きな教会だった、まばしきして教会だったんです ね。それでそうだ、あのね、私大学生担当してるあの人に、あの人に会って、もう全部打ち明けて話を聞いてもらおうって、もうあの人に全部もう話そう、もうそこまで我慢しようと思って、もうそれだけを頼りに我慢して教会に来て、で教会に来た時も200人ぐらいいたんです。当時今ちょっとかなり減ってますけど、マウス教会はあの当時200人ぐらいいたんです。本当にその一番後ろの席に座って、誰も前に来るなって思ったんですよ。どうしよう、自分は今もう憎しみとこう恨みに まみれてるので、隣に座ったらその憎しみが隣の人に移ると思ったんですって。いや本当にそれぐらいこうちょっとやりきれなかったんですよね。でとにかく礼拝が終わったら先生に聞いてもらおうと思ってね、その担当の先生に、ね、で そのことしか頭になかったそうです。それで礼拝が始まったわけですよ。そしてあのいつものように主の祈りね、ありましたね。主の祈りが来た、主の祈りでですね、天にまします我の父よ、願わくは皆を拝めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御子の天なこと地もなさせたまえ、我らの血を糧を今日も与えたまえ、我らの罪を許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず。この後ですよ、ここまでは普通にね、いつも呪文のように言ってたんですって。別にあれこうね、ブリブリブリって言ってたんです。ところがその日もそこまで分かったけど、悪より救い出したまえってところになった時に、突然ですね、悪から救い出してくださいって、もうこのどうしようもない憎しみの悪から救い出してくださいって、あの初めて主の祈りを本気で祈ったんですって、心の底から、ね、それで祈ったけど顔は相変わらず下向いてて顔上げれないわけで、ずっとね。そしたら礼拝が始まって説教になったんですね。で新井牧師っていうのは、私はあの日本で3本の指どころか、私にとってはあの救いに導かさった牧師で、あの当時まばしきキリスト教が言ってる時にですね、あの礼拝に期待していつも言ってまして、特にメッセージに期待したんですけど、裏切られたことは一回もないんですよ。私、皆さんすいません。裏切られたことは一回もないんですよ。でしかもヒットじゃなくていつもホームランだったんですよね。本当にその私が言ってた頃は3年間ぐらいに行きましたけど、ね、4年間かな、本当だったんですね。だからあのところがうちの奥さんはその時メッセージに期待してない、もうとにかくひたすら礼拝終わったあの先生に聞いてもらったんですって。ところがですよ、だからこっちが期待したんじゃないんですよ。ところがメッセージの真っ只中ですね、さっき第一礼拝の後にちゃんと聞きできました本人に。これを知恵知識の言葉、賜物なんです。新井牧師はアメリカでキャサリン・クルーマンに会った後ですね、聖霊体験をした後だったんです。そこでキャサリン・クルーマンに別のもう一人の人にね言われたんですね、これからあなたはね聖霊があなたの説教で働くのを体験する。突然ふってこう、ね、話が飛ぶ、そして知恵知識の言葉で話し出して、でまたふって自然に説教に戻るって、誰もそれを気づかないけどそういうことがこれからしばしば起こるってこと言われたの。それが起こったんですよ。説教中にいきなりですね、200人がいるんですよ。で妻は一番所座ったわけですよ。いきなり説教中行ったんですね。突然新井牧師の真似をしますね、私がしたらあれですけど、ちょっと斜めに構えてね、こうやって言うんですね、こうやってね、こういうふうにやるんですね。いきなり言ったんですね、あなたは今裏切られた、裏切られて本当に悲しいでしょうって、いきなり言ったんですね。あなたは今裏切られて本当に悲しいでしょうって。でそれを言われた瞬間、うちの奥さんびっくりしたんですって。えってね、こうやって下向いてね、もう下さ、もうとにかく終わったことが考えたのに、えってこう、でその次にあなたの裏切った悲しみを誰も分かってはくれないでしょうって、ね、そしてでもあなたよりもっと大きな裏切りを受けた方があなたの前をあなたと共に歩いておられるって、それがイエス・キリストだって言ったんですね。でその言葉はね、単なる言葉じゃなかった。うちの奥さんそのことを聞いた瞬間、ザーッと心にその言葉が入ってきて、今でもだって覚えてるんだもんね。
涙が止まらなくなったんです。ドドーってもうずーっと流れ出したの。これでですね、しばらくずーっと流れてて、礼拝終わる頃にはですね、言ってました。その涙とともに憎しみが全部消えていったんで、溶けていったんで。そしてこの後は妻の言葉ね、縁日に行った時に買うハッカーメってあるんですかね、私縁日ハッカーメ買ったことないんですけど、縁日に売ってるハッカーメを食べた時みたいに、内側からその憎しみの涙が止めに終わった後、今度はブワーッと愛が溢れてきたんですって。その裏切った人に、早く明日学校に行ってその人に会いたいって、そのね、文句言うんじゃないんですよ、そういうのやって、だから本当に内側から愛が溢れてきたんです。でそれで自分でびっくりして、一番びっくりしたのは自分なんですって。これはただことじゃないって、キリスト教っていうのはこれはちょっとただことじゃないって、これはちょっとただことじゃないって、それが彼女の初めての神体験なんですね。これ賜物なんです。そして実は聖霊なんです。これぞ聖霊なんですね。説教者が聖霊に満たされて、まさに知恵知識の言葉を語った時に、彼女の人生はそこで、本当にそこで捉えられたんです。変わっちゃったんですよね。で、その終わった後もその先生に言う必要なくなっちゃったんです。もう早くその友達に会いたくて仕方なくなったんで、これは人の努力や頑張りではできません。あれは牧師が降りてきて、そうそうって言って話して聞いてくれたからって分かるわけじゃありません。まさにこれは賜物の技なんです。聖霊の技なんですね。彼女は教会に来たんです。教会でその恵みを受けたんですね。これね、上さん、これ特別だと思わないください。私牧師になってそういう話をたくさん聞きました、ね、でそれが一つ目ね。そして二つ目は、じゃあ聖書に戻りますよ。人たちはどうして集まって祈ったのかというと、それは先週お話ししました使徒行伝の、一章の方に戻って四節にこう書いてある、ね、格好の中からエルサレムを離れないでイエス様が弟子たちに言った言葉、私から聞いた地の約束を待ちなさい、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言ったわけですね。つまり悔い改めのバプテスマをヨハネは水で与えたけど、聖霊のバプテスマを受けろと。その聖霊のバプテスマとは8節にいきますよ。しかし聖霊があなた方に臨まれるとき、これが聖霊のバプテスマ、あなた方は力を受けると。力を受けたらエルサレムだとサマリアの伝道および地の果てにまで私の証人となると。先週話しましたね、この証人は殉教者と訳される言葉だから、ね、怯えた弟子たちが殺されてもキリストを証しできるようになって地の果てまで行けるようになりますよ。聖霊の力を受けたら、聖霊のバプテスマを受けたら、それを受けるまでは待ってなさい、受けたら全世界に出ていけって言ったんですね。約束ですね。で彼らはその神の言葉に従ってエルサレムに残って、その言葉を信じて祈ってたんです。つまり神の言葉に従った時に聖霊が来たんですね。二つ目はね、一つ目は教会的、一つ目はね、私たちが神の言葉に従う時にね、神の霊は臨んでくるんですね。皆さんよくご存知の、最近の方は知らないかもしれませんが、今東京安定教会で映像のことをやっておりますモーセ・デニス・ヒカル牧師。モーセ・デニス・ヒカル牧師は実は、モーセ・デニス・ヒカル牧師の奥様は千田兄弟と姉妹の次女です。新しい人知らない人いるかもしれませんがね昔の人はみんな知ってるけどね、最近の人は ね。で、恵子さんですね。で、光くんはですね、小さい時からクリスチャンホームで神様としてたんですね。ところが知識としては知ってるけど体験的に経験してなかったんです。だから高校まで一生懸命バスケットをして、高校3年間やって福岡県代表にまでなりました。でバスケットで大学も行けたんですけども、もうこれ以上やりたくないって、まあね、めて彼は辞めて就職したんですね。いわゆる公務員なんですけど、組取り式 の仕事をしたの。給料良かったそうです。ただなんかすごい匂いがつくそうですね、あれね、まあ、そういう仕事をしたんですね。でお父さんとお母さんは熊本の牧師になったの、飯塚だったんですけど、でそこで熊本に行って一緒に行くかってことだけど、まあ、残るって話になって残ったの。そして飯塚で彼はその家に一人残って、ただしお姉さんたちもいたんで、そのお姉さんかな妹かなどっちか忘れたけど、お母さんので、それで、まあ、世話をしてくれることになっていて、それで彼は仕事した。ところが仲間がいたから、バックセットの仲間がいたし、友達もいっぱいいたので、彼は毎日毎日友達がやってくる。そして缶ビールを飲んで楽しくワイワイやる。でみんなもちょうどたまり場にいいし、光くんも寂しいもんだからたまり場にいいってことをやってた。それでお姉さんから電話がかかってくるんですね。お姉さんか妹か忘れましたけど、奥さんとか光牧師のお母さんにね、なんとかしてとか言ってね、それで光くんに電話したら、分かった分かったって言って何も変わらない。そういう感覚がついたんですね。で
彼は当時ですね、お金を貯めていた目的は免許を取ること、もう一つはバイクを買うことだった。でこの二つの目的が達成そうになった。12月過ぎだったと思いますけど、ね、1月ぐらいかな、お母さんから電話がありました。今の感謝と賛美リバイバルキャンプというのがあるんですけど、3月にアメリカ行くやつね。当時はマーリン子供アメリカチームと言った。それに行くようにって連絡が入った、ね、で平子さんいいよ行ってもらってお金出してくれるのって言うから、いやいやあなた働いてる自分で出しなさいって。なあれはバイクと免許のためなんだ、いやなあ出しなさい、なあいいって言ってね、それで断っておしまい。お母さんも仕方ないかと思って、当時ね2番目の街道ね、2番目の街道覚えてますかね、今あのケーキ屋さんがあるところね、あの昔の京だったところ2番目の街道だったんですけども、その時に九州中の牧師が集まっていて、月曜日にいつも、そして、訓練をしたんです、通訳付きの説教とか祈りとかいろんな訓練をしたんですね。それでそこに集まってこられてて、そして月曜礼拝も来てた。で月曜礼拝で賛美したときに、その月曜礼拝の賛美の真っただ中でお母さんが幻を見た。夢じゃなかった、私夢だと思った、幻、はっきり幻を見たんですって。あやふやじゃなくて、はっきり。どんな幻かというと、息子さんの光くんがバイクに乗ってるんですけど、こう回るときに大転倒しますよ、ビューンって。で転倒してそのままバーンって倒れるんですって。でその倒れた光くんが救急車運ばれるんですって。そしてその後そのお母さんが車椅子に乗って、こう、ね、すごい車椅子に乗ってる息子さんをかって押してる、なんかはっきり見たんですって。であんまりはっきりした幻だったので、これはまずいと思ったんですって。これはダメだ、どうしてもアメリカに行かなきゃと思って電話したんです。またね、あの光って言ってね、あのなんだとかね、アメリカ行きなさいってとか言ってね、今日ね月曜礼拝で幻を見たんだってね、で話をして、あなたはねバイクを買ったら大事故に遭うって、今回はその金でアメリカに行きなさいって言ったらね、脅すつもりかって、いや神様言ってるんだ、そんなバカなとか言ってですね、でその時電話では受け取らなかったんですが、光が知ってたんですね。お母さんがそういうふうに言う時っていうのは、あの本当に神様が語っていることが今までもしばしばあったので、これは神様だと感じたわけですよ。やっぱり小さい時から知ってるから。それで言ってました、自分で自分に言い返したんですって。免許はまた来年でも取れる、バイクはいつでも買える、でもアメリカはこの機会を逃したらいけないかもしれない、この機会に行って本物のディズニーランド、東京じゃなくて本物のディズニーランドに行ったら箔がつくって、一生懸命自分に言い返して、だから今年行こうって自分に言い返せて、自分のお金で行ったんですよ。結果的には神に従ったんですね。結果的には神に従ったんですね。そのアメリカでですね、あの本人にも言いましたが、行くときはですね死んだ目をしておりましたちょっと霊的な目をしてたような気がします。本人にも言いましたけど、ね、ところがね、向こう行って一通りいろいろディズニーランド行って、マーリンさんのセミナーがあったんです。一番後ろの席に座りました。教会でやったら向こうの教会を借りてね、マーリンさんのセミナー一番後ろの席に座りました、ね、眠りはしませんでした、ちゃんと聞いてたんです。でも説教は何一つ覚えてないんですって。だから説教の一番最後にマーリン・キャロラさんが、本当にあの人笑顔ですからね、ちょっと真似ができません。ああいう笑顔ができるようになったら本当にいいなと思いますけど、本当に笑顔ですよね。もう本当になんか見てるだけでこっちも嬉しくなくなる笑顔ですけど、その笑顔で神様に感謝をしましょうって言って、こうやって拍手したの。でみんなもだから拍手するので、彼も、まあね、一番最初に拍手をこうやって拍手をと思ったら、気がついたら勝手に手が上に行っちゃったんですって。コンサートの時にはこうやってやるんですって言ってました。あの世代はこうやってやるそうで、今の世代は知りませんけどね。でだからこうやって拍手しようと思ったら、勝手に手を上に行ってこうやって拍手をした瞬間、ドドーッと精霊に満たされちゃったんですよ。もう装置が説明がつかない、誰も説明できない。本当にその途端ドドーッと精霊満たされてしまって、小さい時から聞いていたお話がお話じゃなくなったんです。イエス・キリストが命をかけて愛してくださっていること、あの十字架が自分の罪の身代わりであったこと、三日目には身代わったこと、今も生きていること、決して離れないこと、いつも共にいてくださること、そういう聞いていた知識が単なる知識じゃなくて、聖霊がドドーってきた瞬間、彼にとっては生きる現実になった。そして嬉しくて嬉しくてたまらなかった。もうちょっと説明がつかない喜びに溢れちゃった。それでですね、その頃は芦屋で福岡から行ったんですね。今はちょっとそういうのしませんけど、それであの12時何分とかに出るんです。だからそれ終わった後ロサンゼルス空港に行ったんですね。そしたらね、やっと終わったと思って、私はね責任者でしたから、その九州の方のチームのほっとしたら、私も来るんですよ。キャラ牧師とか言ってね、どうしたのってね、いや僕はとか言って急にブラ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 って、もう喜びにあふれて話し出すんですね。もう機関銃のように。そういうタイプじゃないですよ、彼は。そういうタイプじゃないですよ。ところが1時間以上私に話しまくって、私が疲れてるとやっと気がついてくれて今度はお母さんのところに行って、またブブブブブブって話して、ついにボーディングになったら、もう眠れない。
日本に帰ってくるまでは、まあ、アシナだったからソウル経由して帰ってくるんですけど、ずっと聖書で聖書を見ながら感動して泣いたり喜んだり賛美したり悔い改めたり、もう忙しいですね。ずっとやって帰ってきて、バスケットの仲間たちが帰ってきた後全員救われました。本当に不安がしましたね。ただ教会につながらなかったんだ。それがちょっとダメだった。教会につながらないとね、救いがね、救いはなくならないんだけどね、この地上ではあの世の人と何も変わりがないんですよね。だから、ね、断念して。でも本当にみんなね、あんまりの変化でびっくりしてる。でそれは彼だけ、一番驚いたのは本人ですよ。で両親が驚いちゃってびっくりしてで九州中だけじゃなくて、九州その後ヤングキャンプがあったの、その月と夏にね。彼の変化にあんまり驚いて、四国や関西からも光くんの変化を見るためにやってきました人がそれぐらい変わっちゃったの。これは聖霊の場合です。知識はあったんです。クリスチャンホームでよく知ってたんです。彼はでも知識は彼を変えませんでした。聖霊のバプテスマが来た時に、彼は今まで聞いた知識は無駄にはなりませんでした。その知識が知識ではなくて生ける現実になったんです ね、まあ、ね、ここですね。で何が鍵だった、神に従って彼は言ったんですよ ね、まあ、そのおかげで彼はね、その後ね本当に献身しちゃってですね、人生変わって、ね、で恵子さんと結婚してよかったですよね本当にね、いや本当そうですよね。ね、これ二つ目ね。二つ目は神の言葉に従うかとかですね。で三つ目は何かというと、三つ目は集まっていて彼らは祈ってたんですね。教会に集まって祈ってた、神の言葉に従って教会に集まって祈ってたんですね、まあ、そのセットです。だからその時に聖霊が激しく臨んできて彼らは変えられてしまったんですね。これも何度もお話したお話なんですけど、ちょっと促しがあるからね、すいません、何度も聞いた人はね、あんまり話すの好きじゃないんですけど、促しがあるので話します。熊本の村上さん、二人村上さんいますけど、人吉に行った方じゃなくて今も熊本にいる村上さんね、天草担当なんですけど、彼女はですね、今東京に戻りましたけど、釧路から戻りましたけど、ダニエル森君っていうね、長崎教会の第一期の新学生、ね、彼と一緒に洗礼を受けた人なんです。村上さんも全然年上です、ね、で私より上かもしれないですね。でその村上さんというのはですね、二人娘なんです。妹がいるんです。自分にも子供二人いるんですけども、娘二人いるんですけども、で彼女が救われた時は、まず彼女が来て救われたんですね。家庭集会に来てね、熊本の集会に来て、そして洗礼を受けて妹さんも来た。妹さんは全然精神的な病で脳面だったんですね。でその理由はお父さんが原因だったんです。お父さんが原因で、本当にこの妹さんは全くもう精神的な病気になって、全く無表情ね、全く無表情、本当に無表情です。でこれはもう本人が公でね、映像になってますので公に出してますので言いますけど、お父さんが原因です。それは客観的にでもお父さんが原因です ね。それでそこがお母さんが自分が救われて、妹が救われて、お母さんも来て救われて、お父さんも来て救われたんですね。よかったアレルヤなんですけど、お父さんが来て救われて、お父さんが教会でこうやってこうニコニコ笑って賛美してるとですね、彼女は許せないわけですよ。私と妹の人生をむちゃくちゃにしておいてね、それでもってこんな救われて喜んじゃってね、その前にやることがあるでしょう、私たちに土下座して謝ってよっていう。でそこだけ話すとなんかすごい娘のように思うでしょうけど、私はそう言っても当然だと言いたくなるような、申し訳ないけど悪かったんです親父が、ね、でそうだったんですね。そしたらですね、それでね、彼女はたまらなくなってね、そうやって許せない自分をまた許せないわけですよ。クリスチャンだから、ね、昔は平気で入れたけどイエス様は死んだから、許せない自分がまた許せないわけですよね。で教会離れちゃうんです。でその後妹も奥さんもお父さんも結局離れて、でその後ね、何年かもう10年ぐらい経った時、イースターに戻ってくるんです。イースターに長崎に雲上で長崎のイースターに戻ってくるんですね。これでそこで主に触れられて信仰復活するんです。で礼拝に行くようになって元気になって、妹も来てお母さんも来て、お父さんもまた来たんですこれでまたお父さんがこうやってるのを見てたまらなくなって、でまだ私はお父さん許せないのかって苦しんで、また離れちゃったんです。でその後みんな離れちゃったんです。ですみません、詳しいことはちょっとねプライベートは言いませんけど、本当に彼女は苦しんでたんです。許したいけど許せないんですよ。もうクリスチャンになったから許したいんですよ、でも許せないんですよね、クリスチャン。そしたらね、
今度お母さんがんになったんです。で今度はちょっと賢くなってね、お父さんも随分変わってたので、お父さんとほとんど接触しないようにしてたんですけど、がんになったのでお父さんに先に教会行かしてねで祈って、でそのうち今度は自分は月曜礼拝に来たんです。月曜礼拝に、熊本も月曜か火曜かやってましたから、すみません月曜か火曜か忘れました、どっちも礼拝に来た、平日礼拝ね。で日曜日は お父さんが行って、会わないようにした礼拝で。そしたら自分はもうつまらなくて済むし、教会から辞めなくて済むと、教会から入ったらまずいってことがよく分かってたのでやったの。そしたらね、その平日礼拝の時にね、牧師がいたんじゃないですよ、賛美してる時に神様から来るんですよ、流しが、日曜の礼拝に来なさいって。あれで彼女は抵抗したんですよ、いや神様、ね、私は行きたくないんじゃないって、ね、でも行くとまたお父さん見て ね本当にすいません、まだお父さん許せないから、またね教会が離れたくない、もう二度と教会が離れたくない、もう二度と離れたくないんだって。でも行くとまたお父さん許せなくなって、離れると嫌だから、だから行けないんですよ神様って、こう戦ったの。そしたら神様に、日曜礼拝に来なさいって、神様はそうとしか言わない。彼女は意を決して来ることにしたんですよ、日曜礼拝に。それですごいですね、わざと遅れてきたんです、会わないようにそして遅れた時にまっすぐ前の方に行って、パッと前に座ってしまえばもう見えないと思ったの。これで遅れてきてパッと前行って、前から2番目か3番目に座って、はってこうね、賛美の1曲目ぐらいの時に入ってきて、パッとこう出会いして、はって見たら右斜め前にいたんです。それで彼女はびっくりして、えっと思ったんですけど、こっからが神様の技なんですよね。なぜ2回目でも1回目でもなくてこの時なのか分かりません。私はそれは下手に説明しません、分かりません。でもこれが神の時でした。彼女が神様に流されて日曜礼拝に会えて行って、その賛美始まった時にお父さんは立てなかったんです。もう左の膝が痛くて、座ったままこうやってこう撫でながら賛美したんですって、ね、でこう行って自分賛美しようと思って、パッて見たらお父さんに、あ、見ないようにしようと思ったけど、立ってないから、えっと思って、なんで立ってないんだと思って、見ないしようと思いながら、なんで立ってないんだと思って、こう見てしまった。そして見てしまったら手をこうなんかこう膝を撫でた。その瞬間ですよ、これも聖霊ですね。あ、お父さんどうしたんだろう、大丈夫かな思った瞬間、ドドーって涙が出てきたんですよ。それで礼拝の間中涙が止まらなくなって言ってました。彼女の場合は30年しかないかもしれない、40年ぐらいかもしれない。憎しみ続けたお父さんへの憎しみ恨みがその涙とともに流れていったんですね。それで終わった時に礼拝は、思わずお父さんの横にこう席に座って、お父さん膝大丈夫って膝を撫でながら言ってたんですって。言ってる自分に驚いてるんですよね。本人がもうおやけ流してますので。それからね、すごいの、妹さんもちゃんとお父さん謝った。精神病で全く飲めなかった妹さんが表情豊かになって、結婚しました、私式をやりました、お父さんと並んでバージン道路を歩いてきた。それを見ただけで親戚の一人が知ってるので事情を、それを見ただけでクリスチャンになりましたこんなことがあるのかって言って、今は結婚してね、奉仕なんか行くと水持ってきてくれる人やってますよ ね。あ、いつも娘さん、それで大野市に天草に担当で行っててですね、その上のお姉さんの娘さんとね、妹さんとそのご主人と向こうさんですね、でお父さんと4人で天草ゴスペルクラブってやって、で辻郷牧師のボイストレーニングを、ね、1人で受ければいいのに、わざわざ4人で受けるからもういつもしょっちゅう4人喧嘩してガチャ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 して、でもこれほど楽しくて面白いグループはないんですって。でもいつも喧嘩してるって。喧嘩ができるっていうのは関係がいいんですよ。喧嘩ができない関係っていうのはまだ本物じゃないですもんね。変わっちゃったんですよ。何があった？聖霊ですよ。教会の賛美の棚ができたんです。でも彼女は神の言葉に従って教会の礼拝にやってきたときにそこで望まれたんです。今日は、まあ、個人的なことの話が多かったですけども、今日はこの使徒行伝のときには個人的じゃないんです。魂の救いに関係したんです。皆さん、個人であっても他の人であっても大切な人であっても、自分でどんなに頑張っても帰れないものが内側にあるし、あの人を何とかしてあげたいと思ってもできないこともある。でも聖霊が来ると、すると突然神は変えてくださる。もちろん祝福の方に、自分と私自身も、私たち自身も、あの大切な人も神の霊が来れば変わるのです。それが聖霊のバプテスマのポイントなんですよね。で、聖霊のバプテスマは使徒行伝でもと1回じゃない、1回満たされておしまいじゃなくて、満たされても
またこう枯れてくるみたいな、また満たされて何度もそれが起こってきてる。だから1回目を聖霊のバプテスマといい、2回目以後を聖霊の満たしというふうに私たちは言ってます。でも言葉は何でもいいんです、その実質があれば。ではですね、私が本当にこの聖霊の満たしを受けたら、私たちは神を体験し始めるんですね。神に不可能は一つもないんです。本当にないんです。今内側のことを話すのが多かったですけど、内側だけじゃなくてこの健康の問題でもそうです。神は癒してくださいます。人間関係もそうです。いろんなことによって神は不可能なんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいですね。すると突然ということは、それまで何も起こってないんです。いいですか。今何の変化もなくても、もうダメだなって思っている人がいたとしても諦めちゃいけません。神を信頼して、神の言葉に固く立って、しっかり身体にとどまって、神の言葉に信頼していきましょう。神が用意している、すると突然がある。なんで村上さんは3回目だったんでしょうね。1回目でパッとやってくればいいじゃないですか。分かりません。いろんな説明はつくでしょう。でもそれは主の主権です。神の時は必ずでも来るんです。確実に来るんです。必ず来るんです。遅れることはありません。だからその時にどんなに固くなな心も、どんな不可能な壁も、神は突き破られるんですね。それをね、どうぞね、主に期待してほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。自分自身を見ても、お互いを見ても、神の恵みによって確かに徐々に変えられたことがありますと同時に、どうしても変わらないこともあります。またイエス様、頑張ってるんですけど、どうすることもできないこともあります。自分だけではなくて、私たちの大切な人がなかなかそうならないことも実はあります。でも神様、あなたは生きておられる神様で、聖霊を注いでくださって、本当に聖霊に満たされるとき、私たちは新しくなることをよく知っております。神様、どうぞ私たちを一度ではなく、絶えず聖霊で満たしてください。ペンテコステの時の弟子たちのように、恐れから解放されて、愛を持って大胆に福音を語るように、身をつけれるように、そして神様、賜物の働きが現れてくるように、私を聖霊で満たし、私の人生に変化と奇跡を与えてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いと求めを主を前に差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、主は応えて癒しを行い、奇跡を行い、解放を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、心と体を治れ。50肩60肩イエス様になってみる。よっさりよ。胃とか腸、この消化器系の胃とか腸の調子が悪い方、イエス様になってみる。よっさりよ。なんか知らないけど、この1週間というか、ここ最近、なんかわからないけど、イライラするという方ですね。それ霊的なものが絡んでいます。イエス・キリストによって、5月に働いている宗教の霊、偽キリストの霊、5月に下げられているロダリオから来る、この異なる霊、イエス様になってみる。その人の施策、思い、感情の力、新しいことを始めたんだけども、うまくいってないわけじゃないんだけれども、ちょっと不安がある方、恐れてはいけません。安心しなさい。私は、あなたは私の言葉によって始めたことを知っている。今しばらく戦いが許されますが、安心しなさい。私はこれを必ず祝福していきます。心を定めていきなさい。心を定めるとき、私は、豊かな祝福を表していこうとしております。子供さんのことで心を痛めている方が何人かいらっしゃいますが、あなたは、私がそのあなたの愛する子にペンテコステに起こった弟子たちのように技をすることができないと思うのかとおっしゃいます。私はあなたの愛する子にも同じように手を伸ばすことができます。信じなさい。そして私を喜び、私が与えた言葉を握って賛美の声を上げ続けなさい。私の時は遅れることは決してありません。まもなくそれはやってくると知られます。
イエス様ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえハレルヤを賛美します。ハレルヤ、仰ぎ恋の悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。